先発のアドゥアがバッターボックスです。ピッチャーでも打席に立つ以上は打ってやろうという気持ちでバットを出していってほしいですよね。そうですね。2球目は何で来るか。キレがありますよね。はい、変化球が決まっています。さあ3球目は何か。打ちました。ファウルグラウンドで掴んで2アウトです。打順はトップに帰って秋山。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はいい当たりだったんですけどね。タイミングは取れてるんで期待していいと思いますね。期待しましょう。ツーアウトになっています。これが2球目。低いところへ決めてきました。ストレート、ストライク。ワンボールツーストライク。打ちました。流しました。三遊間抜ける。秋山、これが自身本日の初ヒットになります。ツーアウトランナー一塁。ここは綺麗に流していきました。逆らわずにね、ナイスバッティングだったと思いますね。バッターは2番野間。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。切れてますよね。インローへキレのある変化球が決まっています。次が3球目。赤星さん、ここは盗塁はないと見ていいんでしょうか。そうですね、まあバッターのために早めに走った方がいいというのはありますけど、まだ分かりませんよね。変化球を投げてきそうなタイミングを待っているのかもしれませんね。なるほど、そうですか。アウトコース外れました。ランナースタート。キャッチャー二塁送球する。ナイス、セーフ、盗塁成功。きっちり盗塁を決めてきました。これでワンヒットで点が入りますね。やはり見逃し三振。ランナー釘付け。三振で攻撃を終えました。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。5回終わって3対2、カープが1点をリードしています。それではここまでのハイライトをご覧いただきましょう。1回の裏、先制のランナーを置いて4番バッター小園、2点タイムリーヒット。カープ先手を取ります。さらに続きます。ワンアウト二塁三塁で6番末永、ここで犠牲フライ。カープ1点を追加します。4回の表ノーアウト二三塁のピンチ、迎えるは4番岡本。きっちり犠牲フライ。カープ1点を返されます。松田ズームズームスタジアム広島からお送りしていますゲームは6回の表に入ります。ジャイアンツ打順よく1番から始まります。丸がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。カープ1点リードで迎える6回です。
アウトローを見送ってボール。3球目は何で来るか。打ちました。アドゥア、アウト、ワンアウト。打席には2番バッター伊豆。前の打席では失投をまんまと打たれましたから、そういうことのないように気をつけたいですね。なるほど。さあバッテリーとしてはそこをうまく逆手に取っていきたいところ。低め、落ちるボール決まりました。入りました。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。さあ勝負してくるのか。低めはボール。5球目は何で来るか。打った。これはショートライナー。バッターは3番吉川。今日はここまでマルチ安打を記録しています。いや今度こそ抑えないといけませんね。もう投げるところがないといった感じでしょうね。ツーアウトになっています。スライダーできました。空振りになります。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。さあ勝負してくるのか。アウトコースは外れます。これが5球目。振っていきましたが三振。スリーアウト、チェンジ。反撃したいジャイアンツでしたが、ここは三者凡退に終わっています。3対2、1点リードはカープです。6回の裏、カープ打順よくこの回はクリーンナップから始まります。バッターは菊池。今日は盗塁を決めています。カープ1点リードで迎える6回の攻撃です。赤星さん、まずはリードを広げていきたいですね。そうですね。まだ1点差ですから、この辺りで追加点が欲しいですよね。そうですよね。相手にプレッシャーをかけておきたいですね。低めの変化球です。これは三遊間抜ける。これでマルチヒット。ノーアウトランナー一塁です。見事なバッティングでした。リプレイでご覧いただきましょう。いや本当にうまく反応しましたよね。さあ点差を広げたい場面、一塁にランナーを出しています。バッターは小園。そして塁上にはファーストランナースタート。キャッチャー送球して盗塁成功です。盗塁を見事決めました。さあチャンスになりましたよね。やはり足があるっていうのは大きな武器になりますね。はい、全くその通りですよね。外のボール打った。これはどうか。取りました。ワンアウトランナー二塁と変わっています。つなげたかったですね。まあでもチャンスは続いていますから、ここでしっかり得点しておきたいですね。そうですね。さあそしてこのチャンスで打席には5番の坂倉が入っています。打ちのボール打った。この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。ホームへ。二塁ランナー三塁も回った。セカンドランナーホームイン。
カープ追加点を挙げました。4対2、さらにリードを広げます。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。まあこうなってくるとチーム全体が乗ってきますよね。徐々に試合の流れを確かなものにしようとしています。打席には6番バッター末永。カープこの回追加点、点差は広がり攻撃はなおも続いています。初球は変化球から入りました。相手バッテリーはゲッツーを狙ってくると思うんで、そういうボールには気をつけたいですよね。なるほど、そうですね。打ちました。伊豆、一塁へ、アウト、ツーアウト。バッターは7番矢野。カープこの回1点を入れています。さあ2点をリードし、なおもリードを広げるチャンスです。さあ2球目は何か。ストライクゾーンをいっぱいに攻めてきます。低めは外れました。センターへ持っていった。ワンバウンドヒットになった。バックホームする。センター前ヒット。矢野今日の初ヒットがここで出る。バッターボックスには代打の松山。赤星さん、ここで代打を起用してきました。まあこの先の展開を楽にするためにも、この場面で点を取りに行くということでしょうね。なるほど、そうですね。さあ得点につなげていきたいところです。ライトに持っていった。これは大きい。頭上を破っていく。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。サードランナーがホームに帰ってきました。カープ追加点、5対2。さらに三塁一塁のチャンスが続きます。ご覧いただきましょう。代打にタイムリーが出て点差を広げます。そうですね、こういう場面で点を確実に取っておきたいですよね。できることならもう少し点差をつけておきたいところ。バッターボックスには代打の相澤。6対2になりました。カープなおも三塁二塁のチャンスです。ご覧いただきましょう。代打にタイムリーが出て点差を広げます。いや、いいバッティングを見せてくれましたよね。これは勝利に向けて大事な追加点となりそうです。ここで突き放しておきたいですよね。さあこのチャンスでバッターボックスには1番の秋山入っています。初球から際どいコースをついてきます。このカウントは狙い球を待ちつつ2球目打ちました。ここはフライになっています。ピッチャーが落下点に入ります。取って3アウトです。しかしこの回カープ3点を追加しています。6回終了、6対2。カープのリード広がっています。これから7回ジャイアンツの攻撃です。そしてカープはピッチャーが変わります。川野マウンド上に上がっています。ここはきっちり抑えてリードを守りたい場面となりました。
小宮山さん、リードをして7回を迎えているわけですが、この回以降どういったことがポイントになってきますか？まああとはブルペン次第です。いい当たり、センターに抜ける。岡本、これが今日の初ヒット。ノーアウトランナー1塁です。バッターボックスは5番坂本、先ほどの打席で打点を挙げています。ヒットでランナーを1塁に置いています。打ちました。詰まりながらもレフトへ。この打球はフライになっています。レフトが構えます。レフト掴んでワンアウト。打順は6番萩尾、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。ワンアウトになっています。初球は際どいところに来ました。ストライクです。打ちました。レフトに大きな打球、レフト下がっていく、下がっていく。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。